仕返しというか後足で砂をかけてやった程度のことだけど、長いこと契約社員で働いていて30歳が近づいた頃、現状に猛烈に焦って小さい会社に正社員で転職した。経営者夫妻とベテラン男性社員、経理の女性社員のみの会社で、女性社員の退職に伴った欠員補充の採用だった。会社の問題点はすぐ分かった。社員を私的な使用人と勘違いしていて、使用をやらされたり休みの日でも呼び出して使おうとする。いやいや従っていたけど、その態度が社長に嫌われているのは感じていた。解雇を通告された。ニヤニヤしながら、退職勧奨って言うんだよからって、超嬉しそうに2ヶ月後に辞めてねとのこと。ムカついたので即転職先を探した。サクッと面接を受けて、採用は1週間後ということで採用された。転職するので今週いっぱいで辞めますと言ったら発狂してた。損害賠償請求の裁判をやるとか言って労働基準監督署に電話してたけど、退職されて損害が出るような人材なら働き続けてもらったらいいんじゃないですかねとか、すごくやる気のない対応をされているのが電話口から漏れ聞こえてきて笑った。そんないつでも辞めていいなら労働者はやりたい放題じゃないかとか叫んでて笑った。経営者がやりたい放題やってトラブルが多かったから今の制度なんですよ。これ結構前の話なんだけど、会社は潰れてないっぽい。出来心でハロワの求人を検索したら今も求人が出てた。やっぱりいろんな人が正社員に釣られて就職退職を繰り返してるんだろうか。本当は退職の1ヶ月前に退職の意思を伝える必要があるんだけど、退職勧奨後なので問題なかった。ちなみに退職勧奨されている状態じゃなくても1ヶ月以内に辞めてもあまり問題ない。場合によるけど、戦力外通告されてる状態でちょうど雇ってくれるところが見つかったので、今辞めて次に行かないと仕事が見つからないかもしれないって説明がつきやすかった。嫌な上司と2ヶ月顔を合わせるより新しいところに行きたかっただけだけど、その次に行った会社で夫に出会って、また別な会社で正社員になれたのでよかった。ブラックバイトの話で、退職しようとしたら損害賠償請求すると脅されるってのを見て思い出した話。読んですっきりした。一族会社のブラック中小企業にいたからものすごく爽快になった。法律上は2週間前だっけ。で、パートやアルバイトも半年勤めると10日分に相応する有給が使える。明日から有給消化の後退職します。これで事実上明日から出勤しないで辞めることが可能。後々の書類連絡とかあるから、よっぽどじゃなきゃ進めない手だけどね。